ニューオーリンズ・ペリカンズは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズに本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチーム、ウェスタンカンファレンス、サウスウェスト・ディビジョン所属。2002年に本拠をニューオーリンズに移して、以降のチーム名は、ニューオーリンズ・ホーネッツだが、2005年のハリケーン・カトリーナの被害により、翌シーズンのホーム戦の多くをオクラホマシティで行っており、 2007年までニューオーリンズ・オクラホマシティ・ホーネッツの名称を用いていた。2013から14シーズンからチーム名をニューオーリンズ・ペリカンズに改名。2014年にシャーロット・ホブ・キャッツがシャーロット・ホーネッツへと改称がされた際にニューオーリンズ移転以前のホーネッツの歴史や成績が現シャーロット・ホーネッツのものとして扱われることが発表された。ニューオーリンズ・オクラホマシティホーネッツ シャーロットはアメリカ独立戦争時の激戦の地であり、イギリス軍に抵抗した指揮官がこの街をスズメバチの巣と呼んだのが、スズメバチを意味するホーネッツという名称の始まりである。ホーネッツの名は、この NBA のチームだけでなく、かつてシャーロットに存在した野球やフットボールのチームにも使われていた縁もあった。エクスパンションドラフトでは、マグジー・ボーグス、デルカリーラを指名し、 チーム初のドラ、創設後数年間は他の進行チームと同様低い勝率に苦しんだが、ラリー・ジョンソンは新人王受賞、モーニングはリーグ有数のセンターへと成長していき、若く才能のある選手を揃えたホーネッツは未来のプルズと呼ばれた。しかし1990年代半ばを過ぎると、ギル、ジョンソン、モーニング、ボーグスは、 他のチームに移っていき、チームの中心選手は、グレンライス、アンソニー・メイスン、ブラディ・ディバッツ、デビッド・ウェズリーらが担うようになった。チームは、成績勝率5割から6割と検討したが、優勝レースに顔を出すことはなかった。2000年には、チームの主力の一人だったボビー・フィルズを、交通事故で失う悲劇があった。上記にもあるように、 ニューオーリンズ移転以前のシャーロット・ホーネッツの歴史、成績は現シャーロット・ホーネッツのものとして扱われている。21世紀に入るとチーム移転の話が持ち上がるようになった。オーナー上自身が起こしたスキャンダルや長年の不審の他、アリーナをめぐる問題が取り上げられた。シャーロット・ホーネッツはシャーロット市にホームアリーナの建設を要請していたが、 市議会がこれを拒否したことを契機にチームがルイジアナ州ニューオーリンズへ移転することが決定した。チームは2002年よりニューオーリンズフォーネッツと解消した。この時期のフォーネッツはバロン・デイビス、ジャマール・マッシュバーン、ジャマール・マグロア、PJ ・ブラウン、エルデン・キャンベルらを中心として中堅レベルのチームだったが2005年には18勝64敗と大きく負け越し、 チームの再編を余儀なくされた。その結果デイビスとマッシュバーンは放出され、2005年の NBA ドラフトで指名したクリス・ポールを中心とした再建に取り組み始めた。2005年8月にアメリカ南東部を襲ったハリケーンカトリーナは、ホーネッツの本拠地ニューオーリンズにも大きな被害をもたらした。これによりホーネッツは新しいホームコートを探す必要が生じた。 ニューオーリンズアリーナは、甚大な被害を受け取り壊しが検討されることとなった。ルイチアナスーパードームと比べると比較的無傷ではあったが、市議会は復旧作業目的以外での市への立ち入りを規制する決定をしたため使用不可能となった。また、ニューオーリンズ自体の復旧も数ヶ月に及ぶことが予想された。そのために戦後から二千六シーズンはホームでの試合の大半を オクラホマ州オクラホマシティで行うこととなった。使用可能なホームコートとしては、ルイジアナ州バトンリュージュのピート・マラビッチ・アセンブリ、センターもしくは、ヒューストンのトヨタセンターなどもあった。一時的なホーネッツのフランチャイズに関心を示した都市は、サンディエゴ、ナッシュビル、カンザスシティ、バンクーバー等もあった。ホーネッツは、コロラド州コロラドスプリングスのアメリカ空軍主管学校で、 キャンプの2週間を過ごした。クリス・ポール2005から06シーズンは、前述のホームコートの大問題をはじめ、戦力補強も進まず、大苦戦は、間違いなしとの全評判であったが、クリス・ポールを中心に、チームは一致団結、前年の倍以上の勝ち星を上げ、シンデレラチームと絶賛された。デビッド・ウェスト・ペジャスト・ヤコビッチ・イソン・チャンドラーポールの活躍と、デビッド・ウェストの成長で、 再建の目処が立ったホーネッツは2006年のオフにペジャストヤコビッチやタイソン・チャンドラーらを獲得しプレーオフ進出を目指して大幅な補強を行った。しかし2006から07シーズンはストヤコビッチをはじめ故障者が続出しプレーオフ進出はならなかった。ニューオーリンズに本拠地が戻った2007から08シーズンは主力選手が大きな怪我もなく過ごし 本来の実力を発揮したホーネッツは56勝26敗を記録する大躍進を遂げた。この成績はチーム史上最高勝率だった。またリーグ最激戦区であるサウスウエストデビジョンも初めて制覇し、プレーオフにも4シーズンぶりに進出を果たした。ホーネッツの大躍進はこのシーズンでも最も大きな事件の一つだったが、彼らが成し遂げた最も大きな仕事は、 ニューオーリンズアリーナに観客を取り戻したことだった。ホーネッツはシーズン序盤から快進撃を続けていたが、彼らの活躍をよそにアリーナの客席には空席が目立つ日々が続いた。ハリケーンの傷跡はまだ癒えておらず、またホーネッツ自体がニューオーリンズ市民にとってはまだ馴染みの浅いチームだった。しかしホーネッツの快進撃が続くにつれ、客席は徐々にファンで埋まっていき、 そしてプレイオフ期間に突入した頃には客席は大勢のファンで埋まった。プレイオフでは地元ファンの熱狂的な応援に後押しされ、1回戦でダラス・マーベリックスを撃破。カンファレンス準決勝では前年チャンピオンチームのサンアントニオ・スパーズ相手に先にシリーズ王手をかけたが最終第7戦で経験の差が現れ、ここでホーネッツは力尽きた。 アンソニー・デイビス2010から11シーズン途中より、経営悪化に伴いリーグ直轄化に置かれる異例の事態となる。リーグ直轄化に置かれたことで思うような補強ができなくなってしまい、2010から11シーズン後、主力選手のポールやウェストがトレード等でチームを離れてしまった。代わりに、エリック・ゴードンやクリス・ケイマン、トレバー・アリーザーラを獲得したが、戦力ダウンはいなめず、 2011から12シーズンを大きく負け越してしまう。しかし、2012年4月、NFL ニューオーリンズセインツのオーナー、トム・ベンソンが3億3800万ドルで買収したことが発表され、リーグ直轄を離れることになった。2012年の NBA ドラフトで全体1位指名権を獲得し、アンソニー・デイビスを指名した。ウィリアムズ・ウェイチオーナーのトム・ベンソンは、 チームを所有すると早いうちからチーム名を地元に、ちなんだものに変更したいという意向を示し、ジャズに戻したいとした。しかしながら、ユタは2度のファイナル進出を含む25年に及ぶ、歴史を持つ由緒ある名称を復帰させるという考えに、全く関心を持っていなかった。ベンソンはまた、ブラスト、クルーという名称にも、関心を示したが、2012年12月4日、 ホーネッツはルイジアナ州の州取りである褐色ペリカンにちなみ、2013から2014シーズンからニューオーリンズペリカンズへ名称を変更すると報じられた。ペリカンズの名称は1901年から1957年まで存在したマイナーリーグの野球チームが使用していた。これらの報道は2013年1月24日に公式に確認され、 ホーネッツは公式に改名を発表、同時にロゴ及びチームカラーの青、金、赤を発表した。2013年4月18日、チームは正式にペリカンズに改名した。ニューオーリンズが2013年5月21日にホーネッツの名称を放棄したのに続いて、シャーロット・ボブ・キャッツのオーナー、マイケル・ジョーダンは2013年7月18日にネバダ州ラスベガスで行われる。 NBA 理事会に対して2014から15年シーズンにチーム名をシャーロット・ホーネッツに変更するための願書を提出したと公式に発表した。NBA 副コミッショナー及び最高運営責任者のアダム・シルバーは以前にリーグがホーネッツの名称に対する権利を保有している事実が解明の過程を迅速にさせると指摘した。2014年5月20日。 ボブキャッツは10年間使用してきたチーム名を、ッ熱に変更することを公式に発表した。ニューオーリンズ・ペリカンズとして新たなスタートを切った2013から14。シーズンは、タイリーク・エバンスやジュルー・ホリデーなどを獲得し、チーム強化を図ったが、故障者続出で戦力が整わず、34勝48敗と、プレーオフには、ほど遠い成績に終わった。 2014から2015シーズンは、アンソニー・デイビスがさらなる成長を見せチームを牽引。終盤戦は、オクラホマシティ・サンダーと、第8シードを争うデッドヒートとなったが、シーズン最終戦となった4月15日の11、連勝中だったサンアントニオス・パーズ戦に勝利し、2010から11、シーズン以来のプレーオフ出場を決めた。しかし、プレーオフでは、 リーグ勝率1位のゴールデンステート・オーリアーズとの対戦となり、奮闘を呼ばず4戦全敗のスイープ負けを喫し、モンティ・ウィリアムズ HC は5月12日に解任。同月30日にアルビン・ジェントリー新 HC の就任が発表された。そのジェントリーを迎えて挑んだ2015から16シーズンだったが、開幕から負傷者が続出。エースのデイビスも満足にプレーができず、 最終的には10日間契約の選手で乗り切るしかなく、30勝52敗と期待を大きく裏切る形でシーズンを終えた。2016から17シーズンも開幕から、負傷者続出の状況からシーズンがスタート。シーズン通して、勝率5割以下の状態から抜け出せず、NBA オールスターゲーム開催日に、サクラメントキングスからデマーカスカズンズを獲得するという、 大爆地に打って出たものの状況は変わらずカズンズは新天地でもテクニカルファウルを連発するというありさまに終始し結局34勝48敗でプレーオフも不出場に終わった2017から18シーズンは2018年1月26日に行われたヒューストンロケッツ戦でツインタワーの一人であるカズンズが左 アキレス剣断裂によりシーズン全休となるなど苦境に立たされるが、そこからアンソニー・デイビスやドリュー・ホリデーが奮闘、4月9日に行われたロサンゼルス・クリッパーズ戦に113から100で勝利し、3シーズンぶりのプレイオフ進出を決めた。プレイオフ1回戦では、デイビス・ホリデーの活躍もあり、レギュラーシーズン3位のポートランドトレール・ブレイザーズ相手に4勝0敗で勝利した。 2018から19シーズンはカズンズが移籍したことなどで序盤から回に沈む状況に加えてチームを支えてきたデイビスがシーズン中にトレードを要求するという今後のチームの根幹を揺るがす事態が起こる。最終的にウエスタンカンファレンス13位の33勝49敗と低迷したペリカンズは契約延長を望まないデイビスが来シーズン後に FA になれることも 相まって厳しいシーズンとなった。しかし、オフになると、ドラフトロッタリーにおいて、当選確率がわずか6%だった2019年の全体1位指名権を獲得。2019年のドラフトでは、レブロン・ジェームズ以来の逸材と、評価されているザイオン・ウィリアムソンがエントリーしており、実質的に彼を指名できる権利を得たペリーカンズは、一転して、将来に期待を持てる状況になった。 その後、ペリカンズは、変わらずに移籍を希望していたデイビスを、ロサンゼルス・レイカーズにトレードで放出し、ブランド・イングラム、ロンザボール、ジョシュハートの3選手と複数のドラフト指名権を獲得。FA 市場ではランドルが移籍した一方で、ディフェンシブアンカーのデリック・フェイバース、リーグ屈指のシューターの一人である、JJ ・レディックを獲得した。そして、ドラフトでは、 予想通りザイオン・ウィリアムソンを1位指名。ドリュー・ホリデーを中心に末若い選手を多く揃えた、ロスターに一変させて、再スタートを切ることになった。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、伝動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人ニューオーリンズ・ペリカンズのチーム記録。 ありがとうございます。